ほな、あのいつもありがとうございます。始めましょうか。で、私の方からあの北朝鮮のそういう軍事的挑発に対して私たちの見解、すでに委員長が、談話を発表していますけれども、私たちはこの暴挙に対して厳しく非難し抗議するということであります。特に弾道ミサイルを含め核兵器関連のあらゆる活動を禁じた、この間累次の国連安保理決議に違反し世界の平和と安全に逆行する暴挙だということを改めて述べておきたいと思います。私たちはその点で、北朝鮮の軍事的挑発のエスカレートを抑えるために国際社会が協調した外交的対応を行うことが今ほど必要な時はないと、そういう見地を明らかにしているところです。私のからは昨日委員長が発表しました内容を含めて報告し、私たちのこの暴挙に対しての態度です。したがって非難決議についてもですね、今各党愛議員のところで議論していますように、ほぼそういう内容で決議を挙げるということについては私たちは賛成です。私の方からは以上です。はい、別件でも総理秘書官人事の件でお伺いします。政府昨日ですね、岸田総理 のご長男を総理秘書官に、するという人事発表されましたが、これについて、受け止めとありましたらお願いします。総理秘書官のあれですね、ご子息のあれ起用ですよね。で、ようこういうふうに後手後手っていいますか、話題を振りまきますね。で、今人事に手をつけなければならないとしたらですね、もっと他にやることあるんじゃないのかと思いますよね。つまり、閣僚やその他のところでいわゆる統一教会問題をめぐるさまざまな癒着の問題があり、次々とその訂正が行われるなどの相次いでいます。そういう閣僚についての人事を変えることこそ必要じゃないでしょうかね。それと、もう一つ考えるのは、安倍さん菅さんと行われてきた、政治の私物化、これを引き継いだということだけは確かですねと思います。だから秘書官の任命にあたって、菅さんの時代もそういうことありまして、そういう教訓はどこに行ったのかと思いますよね。いずれにしても流れがいわば交代交代へと進んでいるという一つの象徴的な我々として見るべきでしょうね。はい、です。今日から衆議院で代表質問が始まります。共産党の質問は明日だとは思うんですけれども、先ほど出ていた山際大臣ですとか、その旧統一教会問題にめぐり、閣僚なども癒着問題あるということで、どのようなことを党としてこう正していきたいか改めてお願いします。はい、今度の国会の代表質問ということに日本共産党は明日志位和夫委員長が立ちます。で、今度の国会の位置づけということで、すでに私たちとしてはその方向性をその都度明らかにしていますが、一つはもちろん先ほど述べました北朝鮮の暴挙に対してこれ糾弾するということが当然国会として必要でしょう。そのことを踏まえながら、何といっても国葬問題を曖昧にするわけにはいかないと。これは憲法14条19条に違反するということが我々提起していますし、国民の世論の圧倒的多数が反対しているにもかかわらず押し切ったと。この問題は引き続き明らかにしなくちゃならんと思っています。それと2つ目に、当然今お話ありましたけど、統一教会の問題というのは抜き差しならない問題です。これは日本の民主主義に関わる問題として追及されなければならないと。昨日の総理の
所信表明でもほんの数行ですよね、触れられたのは。で全くその意味では自民党の責任者としての反省がないし、なぜあかんかったのかという問題もあります。私たちとしてはこの真相究明、これは欠かすことができないと。また細田議長の意見もございます。こういう点での統一教会問題があると。合わせて日本の国民の暮らし、命、これどうするのかという問題が問われています。したがって経済対策、そしてコロナ対策、こういったことが必要だと思っています。同時に総理大臣というのは真摯にとか相変わらず聞く耳を持ったのが原点だとか言いますけど、一番聞く耳を持たなくちゃならんのは国民の声ですよね、県民の声ですよね。沖縄の辺野古基地建設と相変わらず強行するということを宣言すると、何が聞く耳なのかと私は疑わざるを得ません。そういう意味で言いますと、辺野古の基地建設問題についても断念させるための取り組みをしていきたいという所点が大事かなというふうに思っています。ほな、よろしくお願いしますか。ほな、おきに。